伊藤祐二は JRA の元調教師、元騎手。大阪吹田川地郡平方町出身。旧姓は木下。父は昭和初期から戦後にわたり、金霊という名馬などに乗り、バババ術界で活躍した木下義尾。平方生まれの兵庫県西宮市育ちであった伊藤は、父の開いた乗馬クラブで幼い頃から馬に親しみ、高校時代は馬術部に所属し、 高校一年の時には全日本の大会で3位に入ったことがある。父親が本人に相談しないまま、阪神競馬場所属の伊藤正志郎長教師と相談して競馬会入りを決めたため、18歳の誕生日を迎えた翌日の1月15日に高校在学のまま入門した。その後、機種見習いとなり、1959年に機種デビュー。 初騎乗は3月7日の第1回半身競馬ツイッタ4チメイオン競争サラブレッド系障害戦でブルーという馬に騎乗して5着となったが3回目の騎乗の3月14日に同じ馬で初勝利を挙げたその後1960年7月に伊藤の女性となり伊藤生に変わったその後坪、10米9社に移籍したが 普段から体重が 55kg 程度あり、主に障害競争を中心に起乗していた。1966年29歳の時に義父が急性。伊藤は急遽騎手を引退して長教師に転身。阪神競馬場で開業して伊藤の後を継いだ。1969年の立東トレーニングセンター開設後は同地に所属した。JRA 長教師。 伊藤正則は議定。娘の笹田宿は JRA 初の女性調教助手。その夫は笹田和弘調教師。息子の伊藤つよしは調教助手。孫、笹田智博は兵庫県競馬所属の騎手。これまでにマックスビューティー、車大カグラ、ウィニングチケット、エアグループ、ファインモーションなどの名馬を手掛けている。2005年2月19日 JRA では8人目と、 なる調教師、通算1,100を達成した。現在では一級者の所有する馬房の数に最大28の上限があるため、かつての時代と比べると戦勝までを達成することはかなり難しくなった。この記録は伊藤が若くして調教師に転身したために達成できた数字であると言える。伊藤と同じく若くして調教師となった。 ミホトレーニングセンター所属の藤沢和夫調教師を伊藤は一時期ライバル視している言動が目立った。2007年2月28日で定年により調教師を引退したが伊藤はあくまでも中締めで今後も忙しいだろうとコメントしている。現役時代は伊藤武と表記されることが多かった。これは同じ調教師の伊藤修二らとの区別のためである。 出走回数7501回1155勝2着960回3着878回4着746回5着697回着外3065回重賞77勝、うちジョギーは13勝、関西リーディングトレーナー7回うち全国リーディング4回引退して間もなく二千七年三月十一日のスーパー競馬に そして、札幌記念当日の9月2日には、ドラマチック競馬にそれぞれゲスト出演。また日刊スポーツ市上において、伊藤の競馬コラム、有事の流儀が毎週土曜日に掲載されている。伊藤の調教方針として、有名なのが、馬の成長や体質強化を目的とした、長期放牧がある。実際、ファインモーション、第一ルビー等はこの長期休養を経て活躍した。 一方、放牧中にピークを過ぎてしまったと評価される馬も出ており、松田邦夫社長教師と同様に賛否の声が聞かれる。議定、伊藤正則の騎手時代の同期には、岡部幸夫や柴田正人がおり、実前と聖徳との結婚式の際に深い関係を結んだとされる。事故の管理場を関東へ遠征させるときや、夏の北海道シーズンの騎乗者に、岡部や柴田を優先していた。 タケ・タカとはデビュー当時から友好関係を結んでおり、タケ自身も他の調教師よりも伊藤からの騎乗依頼を優先して受けていた。管理 GI 馬の多くも部によって勝利に導かれた。一方でマックス・ビューティーの主戦騎手であった田原聖騎は騎手起用についての見解の相違のため、マックス・ビューティー以降、伊藤の管理馬には引退まで一切乗らなかった。 ファインモーションが5着に敗れた2002年の有馬記念でのタップダンスシティの起乗法について経験の浅いファインモーションが格乱された向こう正面でペースを上げるなんて競馬の王道ではないこの起乗は二度と通用しないでしょうファインモーションを任す競馬ではあったがシンボリクリスエスを任す競馬すなわち有馬記念を勝つ競馬ではなかった私にとっては 後味の悪い競馬などと述べている。ウォッカの2007年日本ダービー出走については、3歳の1、2月までなら完成度の高さでボバ相手にも、善戦できるが、春になると、ボバもどんどん成長する。ボバは上がり、調子でダービーを迎えられるのが多いが、ウォッカは、休み明けのエルフィン S の時からびっしり仕上げすぎており、余力がないだろうから苦しい。個人的には、 エアグルーヴが史上最高の牝馬だと思っているけど、あの馬でも勝てへんかったと思うなど、会議的なコメントを残していた。ダービーの結果はウオッカの圧勝であり、その結果を受けて各居長教師の挑戦と成功に敬意を表したいと述べている。ふとじは文下生。括弧内は旧社所属機関と所属中の職分。ありがとうございます。